聖、マクシモスは、キリスト教の神学者であり、修道士。聖教会、カトリック教会、聖公会、ルーテル教会で聖人。マクシムス、マクシム、マキシモス、マキシムとも転写される。ギリシア教父の一人に数えられる。各言語のオミクロン・ニューラムダガンマイ・タタウ、コンヘソルの部分は、日本聖教会では、表信者、日本のカトリック教会では、 赤子聖者と訳される。聖教会では数に表信者性マクシムとも呼ばれ、カトリック教会では赤子聖者、マクシモスと呼ばれる。学問研究者によっては、教派職を避けるため、告白者マクシモスと訳されることもある。単位論への反駁で知られる。 聖マクシモスの生涯が周りに描かれた、聖教会のイコンコンスタンティノポリスの経験なクリスチャンの家庭に580年頃生まれる。哲学、文法、レトリック等の高度な教育を受け、哲学と進学を収める。入庁後には、ヘラクレオスミカドの秘書官となったが、すでに皇帝をはじめ政府が単性論に染まっていることを知って、職を辞し、614年に、 コンスタンティノポリス近郊クルソポリスの修道院に入り修道士となった。マクシモスの謙遜と英知とがすぐに修道士たちの間で評判となったが、マクシモスは一階の修道士の地位にとどまった。この時代、単性論をめぐる議論が激しくなっていた。エルサレム総主教ソフロニオスがすでに単性論、単異論への反駁を行っていた。東方が広く論、 単位論に影響されていることに危機感を抱いたマクシモスは626年ペルシャ、スラブの侵入のためコンスタンティノポリスを去り、流浪の旅を余儀なくされ、アレクサンドリアからクレタ島を経て、北アフリカのカルタゴにつき、反単位論者ソフロニオスと出会う。自らの単正論、単位論への反駁を広めることに努め、 聖職者のみならず、一般信徒からも幅広い支持者を獲得していった。東ローマ帝国の提見は、当時、国家の統合を維持するために、単性論者との妥協策として、キリストは、唯一の石のみを持っていたとする、単位論を利用することを目論んでいた。638年には、単位論への賛同を親民に義務づける、エクテシスが、ヘラクレオスミカドから出されている。 エクテシスは、ローマ教皇ホノリウス一世への回答に基づき、コンスタンティノポリス総主教セルギオス一世への寄贈した、ものであった。ヘラクレオスミカドの死後、単位論支持を明確にする、コンスタンス二世が皇帝に即位すると、ローマに赴き、ローマ教皇テオドルス一世と会見した。そして645年頃からマクシモス自身も、神学論争に関与することになり、 主導的役割を果たした。エクテシスに対してマクシモスは、ローマ教皇マルティノス一世と共に、真っ向から反対。イエス・キリストは、ちょうど彼が一つの威嚇のうちに二つの子となった、別々の本性を持っているように、二つの異なった、別々の意志と活動を持っていなければならない。マリアの唯一の子である神の唯一の子は、神と人として、別々に意志し活動すると主張。 新しいアダム、最後のアダムとしてのキリストの救いは、真の人間としてのキリストが、自由に自発的に自分の人間としての意志を、神としての意志に従わせたことにあり、意志を備えた神聖な人間としての行為によるとした。マクシモスは、単位論を断崖した649年ローマのラテラの教会会議に、150人の正方教会の、 代表者と37人の東方教会の代表者のうち東方側の一人として参加した。この教会会議において単位説批判がローマ教皇マルティノス一世により布告されるに至った。皇帝コンスタンス二世は自身のオス単位論とその直霊及びその支持者であるコンスタンティノポリス総主教たちが弾劾された教会会議の結論を知ると653年ローマ 強皇マルティヌス一世を捉え、クリミア地方へ流刑に処し,した。その後マクシモスも捉えられる。幾度かマクシモスの監禁場所を変えつつ、皇帝は死者を送って、マクシモスに単位論に組みするよう説得を試みたが、これが成功しないどころか、時には皇帝の死者まで逆にマクシモスに説得されて単位論を捨てるありさまであった。度重なる説得も成功しないことにより、 皇帝は起こり、説得を断念。拷問が始まり、反逆罪とされたマクシモスに対する有罪を証明するための証言を求められて召喚された、マクシモスの弟子たちも証言を拒否したため拷問を受けた。マクシモスはさらに激しい拷問を受け、二度と演説と著述ができないように舌を抜かれ、右手を切られた。弟子の一人アナスタシオスも同様の刑に処された。 その後マクシモスは、弟子、アナスタシオスと共に、コーカサスに流刑となった。二人は拷問の際の苦痛のため歩くことができず、車に乗せられて送られたが、アナスタシオスは、途中で絶命した。マクシモスは、その三年後、流刑先で死去した。永民直前にはキリストがマクシモスに現れたり、墓の上には三本の燃えるろうそくが現れたり、 中での病人の癒しが起きたりするといった奇跡が起きたとされる。マクシモスの両遺説が正当として確立されたのは680年から681年の第3コンスタンティノポリス公会議においてであった。マクシモスによる多大な著述が残されている。単位論への反駁に関連する協理関係の著作や各種の書簡、また種の祈りや、 第59世への仲介が含まれる難解な部分についての聖書仲介が多く残されている。聖教会における記憶日はユリウス歴史王教会で2月3日。普及隊のコンスタンティノポリスへの遷移の記憶日はユリウス歴史王教会で8月26日である。カトリック教会における記念日は8月13日である。ありがとうございます。